はい皆さんこんにちは昨日3月5日にですね SnowAI の方がアップデートをしてきました今回のアップデートは音楽的なアップデートというよりも操作性でとっても便利になるプレイリスト機能というのがつきました早速見ていきましょうこの画面は左の新着情報そこから見ることができましてそしてそれを日本語翻訳してみました プレイリストということでですね、ライブラリーでプレイリストを作成できるようになりました。A のプレイリスト、B のプレイリストとプレイリストを複数作っておいてですね、例えば、ポップスばっかりのプレイリストとか、ロックばっかりのプレイリストとか、そういうような分け方、そして僕なんかの場合、特に YouTube なんかでプレゼンするのにですね、この曲とこの曲とこの曲を、 皆さんに聞いてもらおうとか思ったとき、そういうのもいいですし、また DJ さん、こういうような人にはですね、プレイリストができたらですね、どん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 再生していけるので、とっても便利になるんではないかなと思います。ライブラリーが整理できていいと思います。そのプレイリスト自身を共有すること、そんなこともできるようになっています。また、 これ一番便利なんですけれども今までいらなくなったファイルとかを削除しようと思ったら一曲ずつ削除しないといけないでした。でもそれが一発で複数選択をして一気に削除するそういうようなことができるようになりました。じゃあ実践をしていきましょう。一旦画面は英語に戻します。左側のライブラリこれを見るとですね 今ままでで作ったもののがこのようにききてきます。例えばここに「デコピン」というのがありますけれどもこのデコピンのフルソングを新しく「フルソング」というプレイリストに入れたいというような時ですねそんな時はどうすればいいか上のタブがありますのでこの「プレイリスト」というところを押しましてそして「クリエイトプレイリスト」というのを選択します。 新しいプレイリストを作るということですね。そうしまして、ここで、フルソング、完成、こんなような名前にしておきましょう。そして、保存をします。すると、クリエイトで楽曲を作るかということを聞いてきますが、今、中にあるもので、このプレイリストを完成させようと思うときは、もう一度ここでライブラリーに戻ることができます。そうしまして、 このデコピンフルソングというのですね。これをプレイリストに登録するときは、右側の3点メニューから、アドプレイリストというのがありますので、これを選んでください。するとですね、僕の作ってあるプレイリストが出ますので、今はフルソングに入れたいわけですから、これを選択します。こういうようなことができます。例えば、ここに2曲ありますよね。これと とこれとという,ふうに2つ選びました今シフトキーを押しながらクリックをしたわけですそうしましてこの右側の3点メニューから「アットプレイリスト」というのがありますからここで「同様」の方にすると同様のプレイリストがですね今「トキコちゃん」というのが2つ同時に入ったわけですまたこの「トキコちゃん」を削除しようと思ったら「 2つシフトを押しながらこのように選択します。飛んでるところをするときは、コントロールを押しながらすると、このように飛んだ場所のリストを選択することができます。このようにしまして、2つ以上の複数を選んで、そのまま Move to トラッシュゴミ箱に捨ててもらうということができます。ちょっとこれ僕は今必要なファイルですのでやりませんが、このように同時に削除もできるということです。 このようにプレイリストを組むことができますので再生ができますしもちろんこれが順次再生していきますので YouTube のトークライブとかをしている時に自分の作った音楽ばかりで BGM を鳴らすというようなこともできるようになってきましたすごい便利になりますねぜひともこのプレイリスト機能これを上手に使われてですね自分のライブラリーを うまく整理していきましょう。ライブラリーで関連に消すということがありましたら、もう一度ライブラリーを選んでページを切り替えます。例えば、この二つがいらないとしたら、これ。そして、あえて飛ばします。はい。これ三つですね。三つをこのまま、ムーブトゥートラッシュ。ゴミ箱に捨てるということができます。こうして皆さん、整理をしてですね、その AI を 便利に使いましょうそれではとっても素敵な作品をこれからもどんどん作ってください。まったねー